タイやミャンマーなどメコン川流域の5カ国を招いた首脳会議が開かれ南シナ海での基地建設に対する懸念や質の高いインフラ投資の促進など中国を牽制する共同文書を採択しましたメコン地域の平和と安定に貢献していくとともにともに質の高い成長を実現できるようメコンの国々とともに 歩んでまいります。共同文書には南シナ海で基地建設を進める中国を念頭に地域の平和安全及び安定を損ないうると懸念が明記されました。また、質の高いインフラ投資の必要性を強調し、中国主導の aib i アジアインフラ投資銀行への対抗意識を強くにじませました。 さらに安倍総理大臣はメコン川流域に今後3年間で7500億円規模の経済支援を行うと表明しました。